あれだな。うん。東に向かおう、東に。あ、鉄丸さんありがとうございます。うん、ああ、ジケさんですか。いや、ジケさんね、大丈夫。放送外で話したんだけどさ、怒られたってさ、その、偉い人に。ヤクザの偉い人に怒られたって、ジュケさん。ちょっと寒いかな、大丈夫かな、これで。これ撮ったらもっと視界良くなるのかな。これもし撮ったら視界良くなる。多分相当視界良くなるんじゃないの、これ撮ったら。この黒いゴム撮ったら。いっか、撮らなくて。じゃあ出発します。大洗に向けて。あとリア凸歓迎なんで、ステッカーをね、ぜひ買いに来てください。お心遣いって言ってるけど、別にステッカー欲しくない人は会いに来るだけでも大丈夫です。よろしくお願いします。で、できたらリア凸したらすぐ帰ってほしい。リア凸したら、10分ぐらいで帰ってほしい。アスプス早いなぁ。なんでアスプス早くない？ちょっと。ステッカーはだから1500円だよ。そう言っとかないと、なんか、引っかかるじゃん。風営法かなんかに。まあ5分でもいいし、まあ10分ぐらいで、入っていただけると、ありがたい。いや、アスプスさんね、やめてほしいんだよね、ミラーすんの。俺が1000人行ったらミラーしてよ。とりあえず。とりあえず、ミラー禁止しますよ、一回。で、1000人行ったらいいっていうことで。ミラー禁止しときますよ、とりあえず一回。だって、1000人行かなくなっちゃうでしょ、あんまりね、早く始めると。バンにします、アスプス。とりあえず。だから、ミラーもさ、本家とミラー、どっちも開けばいいんじゃないの？そんなアスプスのやつが見たかったら。いや、許すんで別にいいんだけど、こっちの閲覧がないと意味ないじゃん、だって。こっちの閲覧がさ、増えないと意味ないもん、だって。ふわっちでみんな、それ、いや、なんか音楽とはかけてるらしいよ。アスプスなんで感謝しなくちゃいけないんだよ、勝手にやってるの。勝手に遊んでるだけじゃん、アスプスなんて。だって違う、勝手に遊んでるだけでしょ。だってなんで俺が感謝しなくちゃいけないの。そんなアン
いや、アンチはね、コメントしないからね。うん。なんか、嫌よじゃん。嫌よがあれだから。あ、こいつなんか石川になんかボロクソに叩かれてたやつだ。こいつニコ生違法配信者委員会とか。こいつなんか石川になんか叩かれてた。行かないか。いや、行きたいんだけどさ。行きたいんだけど。行きたいんですよね。ミラー許可しない。いや、まあいいでしょう。じゃあ。ミラー OK ですよ。ミラーね、OK です。ミラーで、いや全然、だって、ニコ生でさ、ミラーしてくれても結局ね、あれだもん、金にならないし。どっちもいいんだけど、俺はね、ニコ生で、やろうがやらないか。別に。でもさ、俺思ったんだけどさ、ジャイロアップを買い直してさ、だってこれがない方がいいでしょ。このさ、これがない方がさ、視界がいいじゃん。だからジャイロアップにさ、ボックスつけてさ、カメラつけた方がさ、これがない状態の車載なんだよ。あ、これあった方がいいの？これ。いや、視界とは言ったからない方がいいのかなと思った。したらこのワイパーも取れるし、これも全部なくなるし。ジャイロアップをミニカー登録してボックスつけた方がもっと視界が良くなるんじゃないかなと思うんだけど、あってもいいんだ本当。あ、そっか、風切り音がやばいのか。ちょうど今いい感じになってるのが風切り音が。そっか、風切り音のこと忘れてた。そうだよな、確かにそうだ。風切り音やばいことになるな。まあ、ミラーはね、まあ、好きにしてください。OK です、ミラーは。やっても。はい、じゃあ行きます。アスベス、いや、アスベスも別にミラーしていいけど、多分やらないんじゃないの？アスベス。多分プライド高そうだからね、アスベス。俺が一回喧嘩した時、あいつ、かたくなにミラーしなかったから、多分ね、やらないと思う。なんかあいつミラーのくせにプライド高いからね、アスベスとか。まあ、ミラーは勝手にやってください。じゃあもう行きますよ。ああ、ちょっとガソリン入れないとダメだな。